頑張りましょう。お待たせしました。さあ、行きましょう。
どう？リヒターは見つかった？探してる男かどうかは知らんが、ベルモンドのものなら見かけた。本当？やっぱりここに来てたのね。だが、奴は敵として現れた。しかもこの城の城主として。そんなはずないわ。でも、もしそれが本当なら、きっと訳があるはずよ。ごめんなさい。私、行かなきゃ。Thank you.
We'll be right back.
はい、皆さんお元気？あら、あんたがご主人？ふーん、私の方が美形ね。それじゃ行くわよ。待ちかねたぞ。やはりお前か。なぜベルモンドがドラキュラ復活を企む？
伯爵は百年に一度しか蘇らん。そして、俺の役目は終わった。だが、俺の血が戦いを求めている。奴さえ復活すれば、戦いは永遠に続くのだ。素晴らしいぞ、その力。見せてやる、最後の技を。ハイドロントありだ、ベルモンド。そうだ、人と吸血鬼の戦いの歴史は今ここで終わる。狩られる者がいない今、狩る者は不要だ。もうここには俺の居場所はなかったのかもしれないな。人は常に戦い続ける。だがそれは生きるための戦いだ。彼は戦う宿命に生まれたために、戦いの中に生きる道を求めてしまったのかもしれない。父上、あなたのように滅びに向かう道を。さらばだ、我が汚れし故郷。もう二度と見ることもなかろう。
アルカード？その声は、マリアか？ごめんなさい。やっぱり、あなたの言った通りだった。やはりベルモンドだったか。私には彼の意志だとは思えない。でも、私の力では彼を、
リヒターを止めることはできない。だが止めねばならん。わかってる。そうだ、これを持って行って。これは身につけていれば邪悪な幻を見破ることができるはずよ。そうか、では奴が死なずに済むよう祈っているがいい。待ちかねたぞ。答えろ。なぜベルモンドがドラキュラ復活を企む？伯爵は百年に一度しか蘇らん。そして、俺の役目は終わった。だが、俺の血が戦いを求めている。奴さえ復活すれば、戦いは永遠に続くのだ。素晴らしいぞ、その力。見せてやる、最後の技を。ハイドロット。
終わりだ、ベルモンド。そうだ。人と吸血鬼の戦いの歴史は、今ここで終わる。駆られる者がいない今、狩る者は不要だ。もう、ここには俺の居場所はなかったのかもしれないな。無事だったようだな。アルカード、リヒターはどうなったの？残念だが。そう。ありがとう、彼を止めてくれて。悲しいけど、これも運命なのね。これで君の旅も終わるな。いいえ、まだ終わらないわ。何が彼を狂気に駆り立てたのか、その原因を調べるまでは。そうか。では旅の幸運を祈る。さらばだ。さよなら、アルカード。あなたも元気でね。